第二次ルジェフ海戦とは、第二次世界大戦中の1942年11月に開始されたソビエト赤軍によるルジェフ付近のドイツ軍に対する戦略的攻勢によって起こった海戦を指す。ルジェフ近辺には1941年のモスクワの戦いとその後に起こったソ連の投機反抗とドイツ軍の防衛戦の結果として、 巨大な都市粒が形成されており、ドイツ軍前線はここでモスクワに対して最も接近していた。ソ連の最高司令部はスターリングラードのドイツ軍に対する構成作戦である天皇制作戦と同時期にルジェフ都市粒に対して行う構成作戦として火星作戦を立案し、ゲオレディ1コフ大将が葬式に当たった。作戦は 西方正面軍とカリーニン正面軍によってドイツ、第9軍の守る、ルジェフトシツブを挟み撃ちにして撃滅することを目的としていた。一説ではこの作戦は、第9軍のみならず、ドイツ中央軍集団そのものの背後に回り込んで、撃滅しようとしたものではないかと言われている。作戦の詳細は公表されていないが、ソ連軍は、ドイツ軍戦線を突破できず大敗北を起死し。 一説では、兵33万5千人と1600両の戦車を失ったとされている。この敗北は、他ならぬジューコフが葬式に当たったということと、スターリングラードでの大勝利と、同時期の大敗北であるため、ソ連は長きにわたって、この海戦の存在そのものを否定してきた。しかし同時に、第9軍も無傷で、済んだわけがなく、何よりも、 スターリングラードの悲劇をはじめとする赤軍の陶器、構成の余波により、戦線を短縮して、予備兵力を抽出する必要に迫られた。このため、1943年3月1日に、第9軍はルジェフと出部からの整然とした撤退を開始。赤軍も追撃を試みたが、先の敗北により、積極性を失い、さらに、ドイツ軍の巧みなブービートラップ戦術により、 足止めされた。第9軍は都市粒の根元に形成されていた水牛陣地への撤退に成功、さらに部隊の配置が整理され、最終的には22個師団ほど予びに抽出することが可能となった。一方、さらに南側の第2軍戦区は、オリオール周辺の戦闘で悪戦苦闘が続いたが、南方軍集団の反抗の成功によって、ようやく一息がつけ、 春のデーネー機の訪れも手伝って戦線は安定に向かった。このように水牛作戦の成功、第二軍戦区の昇降、デーネー機の到来をもって中央軍集団は部隊の休養を宣言。南方軍集団からは第二軍の南下を要請されたが、これを拒絶し、この結果としてオリオール南方にクルスク都市粒が残ることになった。なお、 ルジェフ都市部から撤収した第9軍司令部や、抽出された予備兵力の多くは、第2軍の北側、クルスク都市部の他編へと移動させられ、下記構成に参加することになる。ありがとうございます。